皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ドラコヤジです。また今日はずっと新聞じゃないですよ、これは説明書でした。今回は温水便座の取り付けをやっていきます。まあちょっとね、うちのトイレもね、ちょっと昭和なトイレなもんで、本来だったらね、これ床がね結構ねふわふわしてんですわ。なんで床をこうやるついでに便器自体も交換しようということだったんですが、まあね、今年度からね、我が家も大学生が3人になりね、かなりね家計が圧迫しておりまして、便器の交換などをしてる余裕がないということで、まあでもね、とりあえずね温水便座ないとなっていうことでね、まあ便座だけ交換していきます。あの便器に関してはだいたい便座レスキットというか、便座のついてないタイプがな、まあ普通に売られてるんで、まあそのうちまあ本体買って、その便座、今日つける便座を取り付ければいいんじゃねえのかなということで、まあドラコヤジ的には非常に不本意なんですが、とりあえず温水便座のみの交換で。でもね、これ床は本当にやらなくちゃいけないんでね、あのなるべく早いタイミングなるべく早いタイミングって言ってたんだろうね、まあちょっと予算の目処が立ったら、ね、本当にあのタンクレスにするか、なんていうのかな、タンク付きっていうのかなにするのかは、ちょっとまあタンクレスだとね結局便座がついてきちゃうんで、タンク付きになるとは思います。でもね、やっぱりそのうち帰っていこうかなとは思っておりますので、まあその時はまた動画上げます。当然なんですが、まあこの私道楽親父も便座を交換するって実は初めてなんですよ。まあ温水便座ですね、温水便座は初めてなんでね。で開けてみてびっくりだったんですよ。もう全て揃っていて、もうそのまんま何のこの別途購入品がなく、付属品だけで交換できちゃうという、すごいですよね日本のメーカーっていうのは。おそらくどこのメーカーも同じようなセッティングじゃねえや、同じようなセットでね売られてると思うんですけども、本当にメーカーさんの本当の努力っていう、本当の努力、メーカーさんの努力っていうのはね、本当すごいなと感じる商品でした。ちなみにこちらで買いました。どう、またアマゾンですかみたいな、アマゾンです。で金額なんと 21,627 円と、これ安いなんですが、まあなんていうのか、まあスタンダードなモデルなんでしょうね。脱水機能とかがついてなかったりとか、まあそういう機能全部盛り込んじゃったら結構いい値段になるんですよね。 4,5 万するのかな。なんでね、まあこんだけ機能がついてればいいんじゃない、まあともともね、そもそもの話ね、なんとかな、ね、洗浄便座、温水洗浄便座ですからね、でもね、このリモコンがね、この右サイドについてるタイプじゃなくてね、壁につけるタイプでね、なんかちょっと高級感あるかなと思って買ってしまいました。まあ、作業の方を進めてまいりましょうというか、まあ進んじゃってますね。まあこの水道管の取り外しというか、まあその前にね、まずマイナスドライバーで視線、水を止めてからの作業になります。先ほど取り外した古い便座なんですが、これネジ2本で止まってるんでね、まあ簡単に外れます。でこちらの、なんていうのかな、この水のタンクっていうんですかね、それにつながってるね、このホースというか鉄のパイプというか、これがね外れないんですわ。中にこのボールタップだっけ、あれがついてる、まあ、かなり前に作った動画なんですが、それボールタップね、折っちゃってというかね、ボールタップのボールがね、その、なんていうのかな、バルブについてる部分、それ折っちゃってね、まあ、それの修理動画なんて前に上げたことあるんですけど、まあ、それをね、取らなければならないということでね、まあ、この、さらにこの、ちょっと大きめのネジというか、同じサイズだったかな、を外していきます。で、これ外して、ずらすことによって、この水道管とつながってるこのパイプがようやく取れるんですけども、で、付属品の、フレキシブルホースが入ってるんで、これはもう使わないで捨てちゃいます。実はですね、そんなことも知らずに、まあ、温水便座のセットがまあ家に届いたんですけども、じゃあ、とりあえず中確認してから、じゃあ、ホームセンターに、じゃあ、足りない部品、買いに行くかっていうことでね、用意してたんですけど、もう全て揃ってる、ほんとね、すごいな、本当にもう何回も言う、本当ね、感動しましたよ。しかもね、新しいのの取り付けに関するこのストレスっていうのがほぼないですね。一番大変だったのがもう本当ここの部分ですよ。このボールタップについてるこのパイプ、これがね、本当ね、
えらい手こずりましたね。それ以外はね、なんてことはない。だいたいこういう作業をするときは三脚立てて撮影するんですけども、今回珍しくね、ちょっとあのネックホルダーで撮影をしてたんですよ。でもあまりにもね、これ撮れない、どうしようって焦っちゃって、もうすっかり動画撮るのを忘れちゃって、カメラアングルがね本当ね、お見苦しいんですけどもね、あの次に便座変えることないか、次に温水便座変えるときはね、ちゃんとあのカメラアングル確認してから撮影します。おかげさまでいらないパーツが外せました。元通りにこのボルトアップの方を取り付けて、でこれ実はフレキシブル管を入れるんで、もうこれだけです本当にね。あとはもうつけていくだけという。しかも、フレキシブル管が、パッキン入ってるんで、さて、シールテープ巻かないでいいんですよね。水道管にねシールテープって結構ね慣れないと、まあ、私なんか本当に慣れてるわけじゃないんでね、結構手こずってたんですよね。で何週か、まあ5、6週回すのかな、3、4週、5、6週回すんだけども、巻きが足りなくてこう水漏れしてきちゃったりだとか、巻きすぎちゃって今度ネジがこの回りづらいというか入りづらい、正しい位置まで奥まで入っていかないみたいなことになったりとかってね。あとそのテープ巻くときも本当ね、もう下手くそだったんですよね。まあそのねシールテープを巻く作業がないっていうのはね快適です。でこれやっていいのかどうか分かんないんですけども、水道のこの何ていうのかな、バルブの部分、これをね本当に大きなモンキーレンチで真下にこう向けたんですけども、真下に向けるぐらいなら大丈夫なのかなとは思いつつ真下に向けちゃったんですけども、下手したらこれ水道管バーンって、まあうまいことしました。そんなこんなでね、下準備が全部終わりまして、これから取り付けに入っていきます。まずホースの方、これ貯水タンクっていうのかな、そういえばなんですがね、昔のトイレのタンクってかなり高い位置についてましたよね。あれハイタンクっていうらしいんですよね。で今使ってるこういう貯水タンクがロータンク、なんかハイかローかって面白いなって、はい、まあ最近なんかねタンクレスですからね、本当にねうちの家計が逼迫してるっていうのにね、あのなんだっけ、あのお掃除なんだっけ、お掃除トイレ、あのネオレストの高いやつ、あれ買おうとしてましたからね、マジでこれ怒られましたよ妻に、はい。でこのボールタップへのねフレキシブル管取り付けなんですけども、これ本来だったら多分ボールタップの部分のこのナット、今右手で支えてる方が、しっかり締まってればこの中のボールタップが動くことはなかったんで、このボールタップ握りながらこのなんつうのフレキシブル管を締める必要はなかったんだと思うんですけどね。まあこれは私のこの作業ミスというか、まあ至らない点というか、まあでもまあ閉まったは閉まったんで。で追い打ちをかけるようにね、このフレキシブル管が長いんじゃなく、このロータンク、貯水タンクから水道管までの位置がねあまりにも短すぎて、取り回しがねなんか不思議な取り回しになっちゃうんですけどね、これもうしょうがない、うん、まあ位置が悪かった。普通なんかこの水栓ってこう、最近の家なんか床からにょこって生えてる、ね、水の栓なんですけどね、まあちょっと古い建物なもんでね、一応まあ水は漏れてないんでね、まあ成功っちゃ成功ですよね。まあちょっと不格好なんだけど、まあこれはしょうがない、うん。作業の方もまあ後半戦に入ってきたというか、次温水便座、次は便座の取り付け、これをやっていきます。やり始めちゃえばね結構簡単につくんですがね、あの最初にこの部品だとかなんだとかを見た時は、あれこれどうやってつけるのって結構悩みますよね。説明書の方にはね、あの付け方っていうのはちゃんと書いてあるんです、まあ長いし回りくどい書き方あー破れた、まあ、なんてことはないですよ。このなんていうのかな、あの便座のベースみたいなやつを便器に取り付ける、これもネジ2本で取り付けられるんで、でまあその位置なんですけども、大体この古い便座なんかは、あ便座じゃないや、古い便器なんかは多分一番奥側に、うん、取り付けるような形で、多分短いみたいなんですよね便器が、なんでね一番奥側に取り付ければぴったりと付けられるのではないかと思います。この便座のベースの方がですね、3ミリから5ミリぐらいのスパンで、この溝というかギザギザになってるんでね、まあ、微調整もいくらでも可能なんでね、まあ、
現物と合わせてこの便座の固定すれば全く問題なく取り付けられると思います。ちょっと気になったのがですね、このボルトがナットもそうなんですけどプラスチックなんですよね。まあ強度のある、まあ、ABS かなんかだと思うんですが、ちょっと材質までは見てなかったな。なんですがね、まあ取り外した便座なんかはね金属だったんでね、ちょっと強度的に、まあ、大丈夫なのかなっていう不安はありましたけど、まあ乗っかったりね踏んづけたりするわけじゃないから、まあそんなもんでいいのかなと。まあ便座のこのパーツなんかも多分アフターパーツでね、もし仮に折れたとしても出てると思うんで、そんなには心配はしてないんですけども、ちょっと気になるところですね。とりあえず便座のベースのプレートが取り付けられたので、まあいざ便座の仮止めというかそもそもそのベースのプレートも仮止めなんでね、仮止めの仮止めみたいな仮止めの仮止め、うん、この便座の取り付けなんかはね、溝に合わせてそのまま押し込むだけでカチッて止まりますんでね。逆に外し方なんですが、その便座の右サイドか両サイドかなについてるポッチを押しながら手前に引くとスポッと外れるという便利な構造になっておりましてね、まああんまり外す人、外して便座って洗わないかなんですけど、まあ外すは外すで簡単にできます。先ほど便座のベースのプレート取り付けたんですが、ちょうど中間あたりに取り付けたんですよ。そうするとやっぱりちょっと便座の方が前にちょっと来すぎちゃってるんで、やっぱり一番後ろまでずらしてでぴったり来るんじゃないかと。まあうちの便座は一番後ろにずらしてちょうどよく収まりました。調整の方なんかもね、ちょっとネジ緩めてそのギザギザというかその溝の部分をずらすだけでね調整できますんでね、そんなに難しくはないです。でこれでだいたい決まっちゃうので、まあこのまま、取り付けて確認して、もう本締めというかもうギュ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 でもないな、これトルク書いてあったのかな、まあ、ちょっとわからないけど、まあそれなりの力でちょっと締め込んでいきます。まあ見た目通りというか、我が家についてる便器もねちょっと古臭い便器なのでね、やっぱりこの手のタイプは一番後ろまでずらしてちょうど良くなるのかな。本当にねお見苦しくて申し訳ないなと思うんですけども、これでおおむねぴったりと下の便器と便座の位置関係がうまくいきました。ここまで来たらもう終わったようなもんなんですが、まずは便座、音声便座の本体とこのホースをつなげていきます。でこのホースなんですが、かなり便利な取り付け方になりましたよね。このホースを軽く差し込むというか、しっかり差し込むというか、まあ定位置に差し込んでクリップみたいなのでパチンと止めるんですよね。ただそれだけなんですよ。上も下もそんな感じでねクリップで止めるんでね、かなりこれちょっと水漏れちゃうんじゃないかってかなり心配はしたんですけど、ね、かっこいいけど、まあ今まで使っててもやってから1ヶ月ぐらい経つのかな、ちょっと動画作制作するのがちょっと時間かかっちゃったんだけど、いまだに水とかも当然そうですよね、漏れてはいないんでね、うん、なかなか素晴らしいこのホースクリップというか、このホースの接続方法ですよね。本当にねやってる本人が一番びっくりしてますよ。こんなんでいい、本当止まるのかなって初めは本当に思ってました。この付属品のホースも絶妙にこう長くもなく短くもなく、うん、ぴったりサイズでしたね。なんでね全然こう不安もなく、まあ終始安心して組み立てることができます。本当組み立てるって感じですよね。なんか加工が必要なわけでもなく、ないのあったか、あない、あないな、加工はほぼというか全くなかったですね。ほぼ購入した便座のセットのみで完成しました。先ほどねトイレについてた鉄のパイプとか、あとボルトアップちょっと触った時にね濡れた水がねちょっと水漏れしてるかはどうかわからないので軽く拭いてからバルブを開けます。もう緊張の一瞬だけどね、どこからも水は漏れてこなかったんでね、よかったです。まあそれより回し方下手なの、マイナスドライバーって結構難しい。でとりあえず一回水流してみて、で他の部分漏れてないかなって一応チェックなんですけども、まあ本当にしっかりついてます。さて作業の方も第3コーナーを回ってもう最終の直線ですよね。あとはリモコンの取り付けでこれ完了なんですが、まあ、リモコンこれ結構ねネジ打つ位置が結構大変かなと、やっぱり下地次第なんですが、まあ、トイレどうなんだろうな、まあ、うちなんかはねこう化粧合板みたいなのを
木製の結晶合板だったんで、どこでも実は釘は打てたんですけども、一応スタジセンサーの方でね、壁の裏の一応打てる部分を探して、それでビスで固定というような形でやったんですけどもね。この温水便座のリモコンっていうのがね、電池で動くんでね、まあ便利っちゃ便利ですよね。これわざわざ 100V かなんかだとね、配線しなくちゃいけないからね、その分を考えるとやっぱり最近は電池の方がいいのかなって思うことが多いです。というわけで早速取り付けていきます。で、肝心の取り付け位置なんですが、まあどこがいいんだろうな、正面って思ったんですけど、正面意外と遠いんですよね。で、基本この操作をするってことは便座に座ってなければならないので、あまり遠いところは良くないということで、結局あのなんだっけな、このトイレットペーパーのホルダーの手前方、左側に取り付けることにしました。で、一応下地の方がベニヤの化粧合板なんで、どこでも基本取り付けられるは取り付けられると思うんですが、一応下地センサーで柱が通ってるところ、ここを目指してちょっと固定しようというふうな形で作業していきます。で、下地センサーなんですが、これ多分大丈夫だと思うんですけど、なんか相性が良くないのか悪いのか、叩いた感じね、なんか後ろに柱なさそうな感じはするんですけども、そう、まあうちの下地センサーがここにあるよって言ってんだから、まあここを信じてちょっと固定することにします。温水便座のリモコンの方なんですが、まあホルダー、これネジ2本で止めるようになってるんですが、付属で全部ネジも入っておりました。で、まあ一応平行じゃないとかっこ悪いなということで、まあリフォームの作業でもたびたび登場してくる、これに、次女がね、小さい頃にね、誕生日のプレゼントで私に買ってくれたという、この、まあ、100均で売ってる水平器なんですけどね、もうほんとこれ愛用しております。もうほんとね、うちの次女がね、4つとか5つとかね、お小遣いもろくに持ってない時期にね、いろいろ買ってくれたんですよ。水色のカッターナイフだとか、これもう水色のカッターナイフも作業とかで使ってますよね。主にバイクとかの作業とかで使ってるのかな、とかこの、水平器とか。さて、いかがだったでしょうか。まあ無事にリモコンの方も取り付けが終わりまして完成ということなんですが、時間はかかるんですけどもね、そんなに特殊な作業とかもないんでね、簡単ではないけど、まあ取り付けはぜひトライして、面白いと思います。この家のリフォームの方もね、おおむね終わりまして、あとは床ですね、廊下の床とトイレの床、ここら辺だけかなになってきました。床の方はね、おいおいやっていきたいと思います。それとね、新たにね、今住んでるところ、こちらのねリフォームも、まあ、シリーズ化でやっていくので、よろしかったらご視聴の方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ドラコ親父でした。